はい、どうも皆さんこんにちは。なんかこう島にいそうなスーツおじさんみたいな感じになっちゃいましたけど、こういう風な感じ、ちょうどさすがに熱中症対策ということで、帽子などかぶっております。ここは東京都新島村です。ここは東京都なんですね。うちのチャンネルではかつて八丈島をご紹介しましたが、伊豆諸島のその町というかね、あの島自体に着目してご紹介をするのは今度が2度目かと思います。伊豆七島というものが東京都にはですね、島嶼部ということでありまして、東京都本土では有名な檜原村、東京都唯一の村なんていうふうに言われておりますけれど、伊豆諸島の方面になりますともっと村というのはたくさんあるんですね。伊豆と言いますから、もともとは静岡県だったところですが、東京との地理的結びつきがあまりにも強いということで、現在では東京都として全て扱われております伊豆七島は、伊豆大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島と8つございます。何言ってんの、頭ついにおかしくなった。数も数えられなくなっちゃった。伊豆七島なのに8つあるんですね。大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、やっぱ8つある。伊豆七島何を言ってるんだと思うかもしれませんけれども、ちょうどその伊豆七島なのに8つあるというのも、これもまたここに由来しております。ちなみにあのポケモンのね、あのファイアレッド、リーフグリーンやった方は分かると思うんですけど、あの七島ってありますが、あの七島っていうのが伊豆七島モデルになっております。ここ八丈、あ、失礼、ここ新島ですけれど、向こう側見ていただきますね。まあ、あっちもあの関係ない無人島なんですけど、まあ、あれは忘れてください。あのあっちにですね、もう一個島あるんですよ。見てもらうと分かるんですけど、ちょっと拡大した方がいいかな。あっち側にあります、あの島ね、これです。こう見ていただくと、あちら側にあります、また港、新島の2つ目の港ではありません。なんか繋がっているようにも見えるんですが、あれは別の島でございます。あちらは式根島という島です。式根島の信子港が見えているところ、新島からは船でわずか10分の距離、大変に近いところですが、どうも江戸時代くらいまではこの新島と式根島は一つの島だったようでございます。これが地震などで2つに分かれてしまいまして、それで現在では伊豆七島ではなく伊豆八島の状態になっているけれども、呼び名は相変わらず伊豆七島というわけです。昨晩23時、東京港竹芝桟橋を東海汽船サルビア丸で立ちまして、もう船もですね、大変な大混雑ですから、私は食堂でずっと横になって寝るという、なかなかにハードな工程をこなしてきたわけなんですけれど、それでもって午前7時30分、ここの新島に到着しました。で、本日は新島の、 公共交通機関で、まあ、そんなに頼れるような存在では、まあ、ありませんのでね、あのやっぱ車社会ですから、車で送ってもらったのが基本なので、そこの新島の港に入っている観光協会でですね、1日で1500円、価値ある1500円です、この自転車を借りてまいりました。これがですね、なかなかこうサビサビになってる割にはよく整備をされておりまして、ちょっとここまでね、ちょっとだけですけどね、この距離ですけど走ってきて大変滑らかに動きますんで、いや、いい自転車だなと思いました。これでもってですね、こう新島サイクリングというわけですが、新島の景色の美しさ、これはもう折り紙付きです。こう見ていただいて分かると思うんですけどね、こう砂が白いじゃないですか。沖縄とかでもっとこうクリームがかった白さもあると思いますが、この砂もですね、ちょっと熱そうだけど、熱いけどな、ガラス質、このようにこうキラキラ輝いているの、こう分かりますかね。こういう感じなんですよ。これね、本当にガラス質ですから、透明な感じの白砂で、これも大変に美しいものです。あ、ここにこんな感じ、パルテノン神殿みたいな、ギリシャ的なものありますけどね。これは別にここになんか昔神殿があったわけじゃありませんから、こう日本にね、なんか西洋風の、文化があったんだとか、そういうわけではなく、まあ、観光目的で作ったものだと思われます。ここは遊泳禁止なんですけどね、こう泳いでる連中がいるな、こう、まあ、そんなやつはね、ほっときましょう。しかしこうどう見ても素晴らしい景色ですが、こんなものではありません。多分サムネイルにもっと素晴らしい景色があると思いますからね、視聴者の皆さんはさっさとそっちへ行けって感じでしょうか。そこに温泉とかもありますんで、また後ほど行きたいと思いますけれど、まあ、もうすでにちょっと汗だくになってきてるんですけどね、まだ汗を流すのはまた後ででいいかな。そうじゃないと温泉がいくつあっても足りないということになってしまいますから、早速出発進行というわけです。やっぱせっかくですからね、まだ入りませんけど、港から徒歩1分、いや徒歩1分ではないね、自転車で1分、そのぐらいの距離のところにあります。ここね、これ湯の浜温泉です。これ海のすぐ脇のところにね、神殿の上の方に登っていくようなスタイルになってるんですけども、大変立派な温泉、まあ立派というのか分かりませんが、ただでね、好き勝手に入れるような温泉でして、そこには足湯なんかもあります。確かね、前に1回この新島に来てこの温泉にも入ったことがあるんですけど、ちょっとしょっぱいような感じ、そういうところです。で、ここの温泉はね、男女混浴なんですね。そうするとこう男性の皆さんが大喜びされるわけですが、それはぬか喜びということでして、ここではですね、水着の着用というものが義務付けられております。まあ、やっぱこんなこう外のね、いきなり温泉があるようなところですから、それで素裸で人が入ってるとちょっとよろしくないということなんでしょうね。さすがにこういう島嶼部においてでも、社会通念というものはもう基本的に高度に発展をしてきているようです。あの上のところに、ね、温泉あるんですけど、まあ、ちょっと一応映さないでおこうかなとは思いますが、まあ、しかし水着をお持ちの方はどうぞ入ってくださいね。まあ、そんな感じです。イメージとしては、ね、海があったかくなったようなそんな感じですよ。
私は今回は自転車ですからね、なるべく平らなところだけで山の上の方へ行くのは避けたいと。特にね、こう山の上からの景色なんてのは別にここまで暑い時期じゃなくても楽しめますのでね、だからまあ自転車で平らなところを回ることにしようかなと思ってるんですが、トレッキングコースで上の方へ行くという選択肢もあります。向こうのを見ていただきますと、ミサイル試験場と書いてあるんですね。この新島村にはですね、航空自衛隊なのかな、いやよくわかんないですけど、自衛隊 のミサイルの発射基地みたいなものがありまして、でここでもってね、練習をすると、まあ、そんな感じに使われているところでもあるようです。新島発射試験場とかいう言い方だったかなと思いますけどね。まあ私は今回は行きません。ちょっとここ5キロぐらい行かなきゃいけないから遠すぎるんですね。海岸の方へ行こうと思いましてね、走っていたところこんなの見つけました。これ東京都立新島高等学校。いや私も知らなかったんですけど、新島には高校があるんですね。しかもこう見てください、結構綺麗なんですね。今日は土曜日ですから学校はやっておりません、まあそのはずですけれど、でもなんか部活とかやってるのかな、カーテンがなびいているのが見えます。割と最近に建て替えた感じですよね。結構島嶼部離島っていうところだと、もうどうしても高校以上だとね、人口の関係で設置できないので、中学を卒業したら島を出ていくみたいな人は結構多いらしいんですよ。でも新島に関してはその必要はないみたい。多分式根島の方はね、高校ないから、式根島で高校生になるって人はどうすんだろうな、多分船で持って新島に通ってくるのかな、多分ね、そうなんじゃないかなと思いますよ。ここにあります。これね、新島警察署というところですが、警視庁と書いてあります。まあそれはそうですね、東京都なんだから警視庁なわけです。東京都警察って警視庁って言いますけどね、警察官の在勤100年なんて書いてある。つまりあれか、まあ、平成5年に建てられたやつのその石碑のようですけどね、 100年とそれから、122年前は新島に警察官いなかったんですね。警察官がいないってどういう環境なんだろうとか、ちょっとこうね、やっぱ不安になりますけど、そうやって考えてみると、おまわりさんってありがたいよなと、こう改めてまた感じるようなところです。で、新島には警察署もあって、多分消防署みたいなのもあるんだと思うんですけど、でも救急車はないらしいんですね。パトロールカーはね、見た感じで3台ぐらい止まってますけれど、それやっぱちょっと怖いですよね。なんかあったらば、そう搬送車っていうもので運んで、それで行ってくれるらしいんですけれど、多分車内で何か救護みたいなことはできないということなんでしょうかね。まあ、多少できる限りのことはもちろんしてくれるんだろうけれども、やっぱりそういったところ、診療所とかね、そういう設備がちょっと落ちるところがあるというのが離島のやはり課題でもあります。確かに新島もね、病院みたいなものはなかった、あったかな。新島はあるか、でも式根島がないから、まあそんな感じですよね。いや、よかった、自動販売機ありましたけど、やばかったんですよ。港からね、ここまで多分30分ぐらいはなんだかんだいろいろあってかかってきたんですけど、もう水がなくなりかけてですね、このまんまだと干からびるぞと思って、この辺り今新島本堂って言って町の中心部を通ってる道路まで出てきたんで、なんかあるだろうと思って、実はさっきから結構皆さんには伝えてなかったですけど、必死で探していたんですが、いや、よかった、自動販売機がありました。ここでちょっと多めに飲み物を買っていかないとね、干からびる可能性が高いですから。ちょっと熱中症になっても救急車は来てくれないですからね。まさにこういうことですよね。千円札をこう入れまして、ちょっと汗で湿ってしまったな。大丈夫か。よし、どうかな。あれ頼むぞ。これ使えなかったら死んでしまうからね、どうしようかな。この朝日カロリーオフ人工甘味料が入ってそうなので、富士山のバナジウム天然水にしておきましょう。これ1本では足りないだろうな。1本買って自転車のカゴに入れたらば、もう1本買ってきますか。もう一本でいいって感じがします。ちょっともう一本、自撮り棒がこう回っちゃいました。もう一本行きましょうね。こんぐらい買えばいいかな。自販機も値を上げてお釣りを出し始めましたんでね、お水もこのように 1.5 リットルも調達しましたんで、これで熱中症の心配はないでしょう。450円ぐらい使っちゃったみたいですけど、まあそれはね、価値ある450円ですよ。1000円入れて130円を3本買って550円返ってくるっておかしくないか。まあいっか、なんか値段違ったような気がするけど、450円、これ130円じゃなくて150円ですよね。値段間違ってるぞ。まあいいですけどね。ちょうど今飛んでいったところですね、到着しました。到着っていうか、到着するつもりはなかったんですけど、通りがかってたまたまあったから立ち寄った、そんなところです。新島空港ターミナルビルと書いてあります。新島には空港もありまして、航空機がちゃんと1日4往復だったかな、結構な本数なんですよね、発着しております。まあ、全部毎日必ず4往復してるわけじゃどうもないらしいんですけど、新中央航空っていう航空会社、ちっちゃい航空会社ですけど、まあ、それで航空機のですね、14席が定員なのかな、結構少ないようなところで、東京調布飛行場というところまで1万4000円ぐらいで行けるらしいんですね。そこまでの所要時間はわずか25分だか30分だかということで、本当に近い。私もね、この間実は1回これと関係なく新島に来ようかなと思ったことがあって、帰りは飛行機でも使うかなって思ったんですけど、まあ、結局行かなかったんですが、そんなのもあります。
で、それとそれから東海汽船の高速ジェット船がですね、東京まで2時間ぐらいかな、2時間半だかで竹芝桟橋までなので、まあ、結構競合関係にあるんですが、この空港もなかなかね、こう賑わっております。まあ、賑わってるって言っても少ないですけれども、なんていうんですかね、その人がいるのは少ないんだけれど、でも飛行機はだいたい満便で出ていくようだし、結構こう、なんていうの、ちゃんとこううまくビジネスとしては成り立ってるんじゃないのかなと思います。ちょっとわかりませんけどね、そういうのはどっか補助金とかもらってやってるのかもしれませんが、空港は涼しくて、中でいろいろとお土産物なんていうのも売ってましたから、ちょっと私も休憩、さすがにね、休憩しないとやってられないよ。で、空港で飛行機乗るわけじゃないのに休憩する権利があるのかわかんないんですけど、ちょっとだからそういうわけでお土産屋さんで飲み物など買っていきたいと思います。さっき買ったばっかだけどね、思ったんですけど、お土産物、本当にお土産物しかなかったんで何も買うことができませんでした。ちょっと心苦しいんですが、扇風機がありましたんで、それにガンガン当たってね、ちょっと冷えまして元気も取り戻したところです。ちなみに伊豆諸島の航空事情ですが、大島とそれから新島と、神津島、それから、三宅島にもあったのかな、それから八丈島に、空港がありまして、飛行機がですね飛んでおります。全部それらは調布飛行場に行くんですね。羽田空港には行きません。かつては大島から全日空便が飛んでおりまして、それは羽田空港に行っておりましたが廃止になりました。また八丈島、伊豆諸島の一番南の八丈島だけは、現在でも羽田空港行きが日に3本飛んでいるそうです。というか私も実際に利用したことがあります。ボーイング737とかいうやつかな。朝はねそれぐらい結構大きい飛行機できましたよ、その地方の割にはねって感じですけど。あー、これシークレットポイントだって。シークレットポイントがこんなところに書いてあって、しかも 2.3 キロ先、観光のパンフレットとかにも多分載ってないですよね。 2.3 キロも行ってね、どんな秘密があるのとか思いますけど、ちょっとこれ勇気がいりますよね。暑いところ2キロですよ。まあ、自転車だったらすぐとは言っても10分ぐらいかかるからな。これは迷いどころですけれど、帰りにちょっと撮ってことにしましょう。この先にね、ハブシウラ海岸っていう外れなしの、素晴らしい景勝地がありますんでね。そこまではもうあと700メートルか。すぐですね、本当に。でもここまで言われたらちょっとやっぱ行かないで帰ったら、ちょっと YouTuber としてもう皆さんにあれですよね、はあ、お前これで行かないとかどう考えてもおかしいだろうって多分思うと思いますんで、やっぱ秘密は明らかにする義務があると思いますから、後で行くことをお約束しておきます、今のうちにね。でもまず先に外れなしの方面に行きますから。そんなこんなで港の方からこの辺りをこうぐるぐると抜けてきまして、空港の横を抜けて今島の反対側に至ったところです。はい、ご覧くださいよ、これですよ、こう綺麗なもんじゃないですか、こう素晴らしい海。うわすごいね、こう海がね、水色とそれから青と、遠くの方はこうちょっと黒っぽくなって、こうグラデーションになってるんですね。ここは大変サーフィンで名のあるところ、サーファーの人たちが集うような、大変有名な海岸で、世界大会の開催地としても選ばれているようです。羽伏浦海岸、新島のそんなところでございます。海辺にはですね、こんな風に軽石なんてのはこう打ち付けてきておりまして、結構こう軽いんですね。これはね、これはどうかわかんないんですけど、新島でこういう感じのね石が結構たくさんありまして、高画石ということで有名なんですが、この石をそのまま削って彫刻みたいにして使うこともあるし、それからこういった感じの石をね溶かして、そしてガラス成分を抽出すると、そうすると緑色のね大変美しいガラスができる、そういうわけでして、新島の有名なお土産にもなっております。その美しい緑色のガラスはきっとどこかで目にする機会がありますから、だからその際に皆さんにまた改めてお見せします。でですね、こっちですね、またこれですよ、こう白い壁がずっと続いてるのね。これ海のあれで侵食されてこんなすごい崖になったんですかね。ちょっと今の私の声ちゃんと入ってたかわかんないですけど、海のあれで侵食されてこんな風になったんでしょうか、わかりませんけどね。こう、海がこんな感じでね、白砂ですよね。向こうではこう白い海が立っていて、ザブーンとこう、まさに南国という感じですが、しかし幸いなことにここは南国というわけではありません。伊豆諸島のね、個人的にいいところは南国ではないんですよ。だから夜になれば普通に涼しくなるし、暑くてたまらないっていう感じじゃないんですね。先日も沖縄県に行きました。まあ沖縄もね、夜涼しくなりましてなりましたけど、伊豆諸島の方が夜は涼しくなりますんで、意外とね、東京から夏にのんびりバカンスに行こうっていうんだったら、南国気分を味わいたいっていうんでなければ、こういう伊豆諸島ぐらいの方がね、現実的な感じがしていいと思いますよ。いや素晴らしいね。
久々に新島に来ましたけど、こんなにいい景色だとはね。これ人がいない方がいいのかいる方がいいのかって微妙ですよね。これ映像的には人がここにこのように並んでいる方が夏だなという感じがしますね。夏の高い日差しで海もまんべんなく青みを見せております。もしね、潮があの満ち潮になってくれてるとよかったんですけどね。ちょっと向こう側のあの白壁のところまでが遠くなってしまっているのが少し残念ではあります。大きいのは大きいのは来ましたね。よかったよかった。これ飲まれるのがね、海あるあるですから、ちょっとこれ気をつけないとね。次も大きいような気がするけど、いい映像を映しつつ自分の身を守るということを心がけたいものです。甘い中央大学で我は海の子の歌を披露しましたけどね、視聴者の皆さんがご存知かどうか分かりませんが、私中央大学に行ってあの我は海の子の歌を歌ったことがあるんですけど、こういうところで歌うべきですよね。我は海の子白波の、もうそんな感じじゃないですか、まさに。いや素晴らしい景色だなと思いますか。だからちょっとね、地獄のように暑いんですが、暑いというか日差しが強すぎるんですね。気温自体はそれほど高くありません。多分30度ぐらい、まあ暑いですよ、暑いけどでも30度じゃないですか。なんとかなるもんなんですけど、日差しこればかりはねどうしようもない。しかも遮るものはありませんからね。私も水着を買ってこようかなとも思ったんですよ、さっき港で売ってましたんで。でもやめちゃいまして、帽子だけにしときました。水着も買ってきてあん中に私も混じって入っちゃえばよかったですかね。でもね、やっぱりさっきも言いましたけど、これここら辺までね、こう水の跡があるじゃないですか。潮が満ちてくればこの辺まで水が来るってことなんだと思うんですが、その時にこの景色見たらもっと素晴らしいでしょうね。この白壁と白いね、こう岸壁のところと、すぐ脇にこう美しい水色の水がね、こうただなんですか、こうザバーっと来るんですよ。いやー、また来たいところですよね。ぜひ皆さんも満潮の時間帯を狙ってお越しになると美しい景色が見られると思いますよ。それではね、さっき皆さんに宣言した通りシークレットポイント行くって行きましたからね。これ行きます。 2.3 キロもあるんだからね。これちょっとね、 2.3 キロってなかなかですよ。あっちの方にもシークレットポイントに向かう自転車に乗ってる人たちがいますけどね、これで大したことないような場所だったら新島村ただじゃおかないぞと思うんですが、そういうことを言いますとね、スーツが、殺害予告とは言わないけど犯行予告をしてるとか言って、またなんか新島村とかに苦情を言える人とかいるかもしれませんからね、これ気をつけないと。まあ、新島村に苦情を言うんじゃなくて、あれか警察に通報する人がいるかもしれないですからね、全然そんなつもりはないですよと、いちいち言わないといけない、世知辛い世の中です、こんな島にいてもね。大丈夫だろうな、シークレットポイントとか言って誘われるがまんまに行ってみたら、なんかね、わかんないけど監禁されて、それでどっか異国の知らない地に売り飛ばされるとか、そういうことはないだろうなと思う。こんなね、さっきまでみたいにこう広々とした雰囲気じゃなくて奥まった方向へ向かっている感じがするんでね、シークレット感もあるけどちょっと不安も出てくるもんですね。これもう全然前後に、ね、人もいないし見通しも利くから、こうやって通りながら走ってるわけですけど、お、来たな、ちゃんと止まらないと。ついにですね、自転車による進軍というのはもはや不可能になりまして、こうどんどんとやばい方向に、ね、こういう乗り物から降ろさせて、それでもって拉致を容易にする作戦なのではないかというような気がしてならないわけですが、それでも ここまで来ちゃったからね、やっぱ行くしかないですね。多分これ海の方向へ続いてるから、きっと何か秘密の観光ガイドブックに載っていない美しい海の景色みたいな、まあ、そういうのがねあるんじゃないかなと思います。それをこう YouTube に載ってね、秘密をバンバンとこう暴いてしまうというのは一見良くないことのように思いますが、実際には新島側としてはきっともろ手を挙げて喜んでいるはずです。偉そうですけどね、どんどんさっきから道が狭くなる一方なんですね。これはちょっと狭いぞ、まあ、確かにシークレットポイントっていう書き方みたいなしないとね、ちょっとミステリアスな感じしないと
美しい海の景色が見えますよとだけ書いてるとね、あのおじいちゃんおばあちゃんなんかが来て困惑するという可能性もありますので、これは確かにこう探検的な感じですよね。でもね、さっきね反対側から人が来たんですよ。だからきっと拉致されるということはないし、まあそんなことは最初から分かってるけど、漆の木とかそういうのがあったら触れないように気をつけないとね。これは違うけど本当にすごいな。反対側行くほどね、行けば行くほどどんどんとこう道が狭くなっていきますからね。なんかちょっとこれやばいぞ。帽子かぶるか。これはさすがに帽子をかぶれば多少ねこれで盾の役割を果たしてくれるかなと思うんですけど、でも波の音が聞こえてきたからそろそろだな。ちゃんと足元に階段が設置されているから、うわ、もともとは何かの採掘でもしていた。おお、確かに綺麗だなこれは。ご覧ください、これね、海こんな感じですね。まあさっきのところも綺麗だったけどね、もし行けばあのまた見え方が違うのかな。あ、確かにさっきとねだいぶ似てるイメージはあるんですけど、同じ海岸線ですからね。でも白さが増しましたね。全然違うわ、こう下の砂の色が。あー、なんでここ観光ガイドブックに載せないでシークレットポイントなんてしちゃうんだろう。あ、そうか、あのあそこへ至るのがアクセスがすごい、ああいう風に困難な感じだからかな。沖縄県チックですねこれは。さっきまでのところはまだだいぶ黒い砂が混じっていたんですが、ここはもう完全に純白でございます。さっきのねビーチ、あの辺りのカールしたところ、まあちょっと見えないと思いますけどね、ここはなかなか確かにすごいぞ。ちょっとね、そんなに白さを求めていない人は来ても、あ、なんださっきのところと同じだと思ってしまうかもしれませんけれど、確かに違いというものは感じますね。あのシークレットという風にするべきなのかどうかちょっとやっぱり微妙なところはあると思うんですが、素晴らしい場所であることは間違いありません。アクセスが改善したらね、さっきのところもうちょっとこう道をこう太くしたりとかして車とかで来られるようにすれば、ここもまた有名ないい場所になるんじゃないでしょうか。で、人が全然いないからね、あのさっきまでと比べてですね、本当に景色だけを純粋に感じられるというのが嬉しいところです。うん、さっきまでと比較してやっぱ迫力が違うな。やっぱりでもね、ここへ来ても持つ感想は同じですね。満潮の時に来た方がよろしい。いや、特にここは本当にすごいな。新島で一番景色がいいのここなんじゃないですかね。間違いないと思いますよ。危なかったな。海に来るとだいたいビシャーっと浸かるのがいつものパターンですからね。波打ち際をギリギリまで攻めてはいけば、おお、あ、危ない危ない危ない、よかったよかった。いい景色でしたけどね、いい景色でしたけど、ちょっとさすがに暑いぞと。長袖で来てるのが悪いのか、水はもうガブガブ飲んでまして、1リットルはここへ着いてから飲んでるんですけど、あの新島へ着いてから全然足りてない。ちょっと、あー極楽だ。あー結構これは必要な行為だったと思いますね。もうちょっとやってもいいけど、でもびちゃびちゃになってもな、着替えがないからそれはそれで問題なんですよね。まあこんぐらいにしとこう。今のだけでもだいぶ生き返りましたよ。マラソン選手の気持ちが分かったな。もう街に帰って温泉でも入って、そういえば朝ごはん食べてないわ、忘れてたな。朝がちょっと慌ただしすぎてね、なんか食事でもして体力をつけないとこのままでくたばってしまいそうです、暑すぎて。あの暑いってことはないんだけど、日射が強いんですよね、どうしても。あの海辺ばっかり行ってますからね、なんか口も回らなくなってきましたよ。いやでもいいな、びしょ濡れで自転車に乗ると涼しいもんってね。いやさっきまでとは全然違います。あと心なしか下り坂のようでね、極楽だ。自動で走ってってくれる、こんないいことはないですよ。島ってどうしても起伏がたくさんありますんでね、そこらでデコボコとして自転車に乗っていても疲れるものですが、それでもその中でも緩やかな下り坂が続いてくれるというところが一番やっぱり嬉しいものです。まあそれはどんな島とかじゃなくてもね、そんな当たり前か。なんだあれは、あれはどう見てもシェパード犬ですけど楽しそうですね。軽トラックの後ろに乗ってますよ。へえ、あんなの初めて見たな。奥のあたりには水着で歩いてる人も何人かいっぱいいますけどね。あのまだ女性は上側もあの水着を着るというのがまあ普通というか、あの上半身で着ない女性用の水着っていうのは多分ないと思いますけど、あの男性の場合は基本的に上は逆に着ないのが普通となりますので、そうするとね、あの上半身裸の人が結構すれ違うんですね。あのそういうのが全然平気でできるっていうのがこの島のいいところなんじゃないでしょうか。まあいや実際のところに島の人がそういうのどう思ってるのか分かんないんですけど、そういうのができる雰囲気はあると思います。あの江ノ島とかで江ノ電にあの水着で乗る人とかがいて問題になってるじゃないですか。で確かにそれは問題だと思うんですけど、まあ、こういう感じのところでね、自転車でのんびりのんびり漕いでいくみたいな感じでしたら、それは別にそんなにあの問題にはならないんじゃないですかね。全体としてゆっくりとしたリゾート地の雰囲気が流れているというのが島の大きな魅力かなと思います。
あれですね、あの警視庁新島警察署、さっきご紹介したやつですけど、あの角を左に曲がるとさっきのね、あの新島高校とかがある方向なんですが、今度はもう帰りまっすぐこのまんま新島の港の方まで、この新島本堂っていうんですけど、この主要道路をね突っ切っていってしまおうと思います。飛行機が来てんのかな、エンジンの音もしますね。行きのね、向こうの海の方まで行くのはすごい疲れたんですけど、どうも全般的に帰りは下り坂になってるみたいでね、すごいスイスイですね。まあ、それからこうさっき水のシャワーっていうのをジャバッとこう浴びたのが良かったですね。やっぱこう暑くなってきた時は頭を冷やすのに限ります。帽子っていうのも効果があるのかよくわかんないですね。帽子かぶれってよく言われますけど、これかぶったらなんか意味あります？逆に蒸れて暑くてね、嫌で私すぐ取っちゃうんですけどね。まあ一応しておきますか。この方がなんかこうバカンス気分ができるから、どっちかっていうと衣装みたいな風に買ったんですよ。あら、神津島行く飛行機みたいですけどね、上を飛行機ブーン飛んでるな。これね、新島本堂の脇にこんな素晴らしいものがありました。氷と書いてあります。かき氷屋さんね、他にもアイスとか釣り具とか、まあ、そういったものをいろいろ売っているようですが、ちょうどねここで、しかもいろいろメニューがあったんですが、あのなんだっけ、小豆ミルクっていうのはあったんですけどね、あのいちごミルクっていうのはなかったんで、いちごミルクはできないですが、聞いたらできますよ。よかった、450円だそうです。いや、良かったですね。やっぱ極楽ですね。こういうものがあると本当に助かりますよ。あのいちごのシロップのやつね、なんかゴキブリで持って作られてるみたいなことを言う、あの都市伝説ありますけどね、あのそれを食べてて久しぶりに思い出しましたけど、だったらなんだって言うんだと思う。こう美味しければなんだ、ゴキブリだって食べるぞというふうに思いながらですね、もぐもぐチャリチャリとこう、いや大変体も冷えてですね、さっきまでと、よりもまたさらに一段とパワーアップしまして、もう元通りです。しかしそれでじゃあ早速サドルにまたがったら、もうこれ暑くて大変なんですね。サドルがこうこう自撮り棒の調子が悪いね。100均の自撮り棒を未だに使ってますからね。これね、ちょっともう、これね、これでもってこうやればいいんですね。水をいっぱい持ってるってのはいいことで、暑い時に水をちゃんと持ってですね、これでもってこう暑いからすぐにどんどん乾いていく、素晴らしいスピードです。なんだ、もう、あ、またなんか飛行機来たぞ。さっきも一機来たんですけど、なんでまた来たの。お、15分ぐらい前に一機飛んできたんですけど、牛乳せんべいか、ここで作ってんのか、多分そうっすよね。手焼きって書いてあるな。なんか通過したぞ。伊豆諸島の名物になっておりまして、まあ、特に多分神津島とかね、あの 三宅島、そこら辺よりも北ぐらいだと思うんですけど、牛乳せんべいっていうのが伊豆諸島の共通の名物なんですね。他に共通の名物として、足束、それから草屋といったものが挙げられますが、その中で一番癖がなくて誰にでも喜ばれるのがこれかと思います。伊豆諸島の中でも結構こういう牛乳せんべい売ってるとこってあるんですけど、ここね、美味しかったです。あのこれお世辞で言ってるわけじゃないんですけどね、あの取らせていただいて、それでいろいろお話もしたんですが、ここはね、あの水を使わないで牛乳だけで生地をお作りになってるそうでした。で、あの YouTuber やってるんですけど、撮影させてもらっていいですかってお声掛けしたらね、あのじゃあ紹介してもらったんでということで、代わりにこういう風にこの割れたやつですね、多分あの余ってるやつがあるんでしょう、それをいただきまして、さっきもね自分で試食もさせていただいたんですけど、もう一回いただく。うん、多分ね、なんだろうな、味はあの東京の23区内でも河原せんべいとかいう風にしてね売ってると思うんですけど、なんかねこれ安っぽくない感じがするんですよね。クッキーの和風みたいな感じですかね。特にこれはその中でもあの上を行ってると思います。まあやっぱあれだな、濃厚な感じがしますね。あのこれだけで食べてると喉が渇くかもしれないけど、お茶と一緒にね食べたりすると美味しいんですよ。これがあのいっぱいいけますんで、おすすめのお菓子です。飛行機がいっぱい飛んでいくな。さっきからね、どんどんなんかこっちの方へ来て新島空港に着陸してくるんですよね。あれも着陸する飛行機なのかなと思ったけど、あれは違うか、どっか神津島かどっかから東京の方に行くやつなのかな。さっきから飛行機バンバン飛び回ってるんですよね。本当に飛行機ばっかりなんですけどね、これですね、これ島の電力を賄っております火力発電所でいいと思います。東京電力、新島内燃力、新島内燃力発電所っていうものかな、
内燃力ってつまりエンジン発電所ってこと？よくわかんない、エンジンっていうエンジンではないと思うんだけど、まあつまりあれですよね、火力発電所じゃないの？違うのかな？よくわかりませんけど、まあともかくあの発電所こういうものでね、あの島の電気は作られてんですよと、そういうことです。あのこの辺りのエリアをですね、本村と言います。確か元村と書いてね、元村ではなく本村と読むはずなんですけど、この辺り本村地区ね、この辺が、まあ、の港からちょっと離れたようなところでして、自転車もですね、港で借りると1500円なんですが、もうちょっと安く借りられたりとか、電動バイクなんかもあるだろうし、おお、スズメバチが来たけどいなくなりました、よかったですね。それからあとはまあお食事どころなんていうのもいっぱいあるというところ。ただ温泉はここにはないですね。温泉はあのさっき言った向こう側です。この道をまっすぐ行きますと、さっき私がね、着いたその船着き場というか、まあ、港に出まして、そのままずっとまっすぐ行きますと、あの私が最初にあの温泉がありますよとかいうふうに説明したエリアに出るわけです。つまりまあ一周とは違うんですけど、あのルートがちょっとこうね、なんていうのかな、こっからこう行って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 こう来ましたよみたいな、まあ大体そんな感じをイメージしていただければ、分かりやすいかなと思います。やっぱあれですかね、あのね、あとね13分で式根島行きの連絡船が出るんですよ。12時ちょうどの便が確かあったはずなんですけど、それで式根島行くっていうのも手なんですよね。お昼ご飯なんか食べようかなと思ったけど、どうせそういうんで手軽に行けるんだったらね、新島だけじゃなくて式根島も見て、まあ両方とも新島村管内ですから、どうしようかな、ちょっと悩みどころですよね。連絡船には乗らないことにしましたけど、一旦ちょっとここで港にまた帰ってきました。これ自転車を貸してくれたところね。ここが一番新島の中で綺麗で設備も整っているし、それから観光案内所もありますからね。あのお昼ご飯どこで食べるかってことに関してはここへ来て行った方がいいかもしれないな。あれ言いましたっけ、あの式根島行くのはやめました多分。言ってることがね、2点3点して良くないなとは思うんですけど、あの今日はね運行日じゃないんですが、この月曜日火曜日、違う、月水金日とかなんかそんぐらいの曜日限定で、まあ、確実運行ですね。要するにこの、下田の方からね神津島の方面まで島巡りしていくと、そう船があるらしいんですよ。それはアゼリア丸っていうやつなんですけど、そのフェリーに乗っていけば式根島まで12時25分発っていうのもあったらしいんですね。今日運行日じゃなかったんですよ、残念ながら2分の1の確率で。もし今日が運行日だったならば、それで式根島まで10分、それでですね式根島でまた見て回ってそこの温泉に入るっていうのも良かったんですが、まあ、残念ながら今からあの式根島に行く方法はもう全くありません。そういうことが判明しましたので、本日は新島にずっと留まることにしたいと思います。この待合所の2階に美味しい食堂があると観光案内所の方に伺いましたね。それちょうどいいや、じゃあここでいただこう。多分なんかね美味しい地元のものがきっと手に入るでしょうから。ところがですね、あの上のところ特に島の名物とかそういうものは扱ってないみたいなんですね。どうしようかなと思ったんですけど、でも美味しいですよ、すごい美味しいでおすすめですよっていう風にね観光案内所の方におっしゃってたから、もうすごく美味しいんだったら逆にね、そんな名店のカレーライスらしいんですけど、カレーライス、まあそれでもそれでいいかと思う。すみません、ね、あの視聴者の皆さん、もしかしたら寿司とかが出てくるのを期待したかもしれないですけど、別に名物ばっかりいつも食べてもしょうがないっていうのもね実際のところはあるんで、あのね、どこ行っても美味しい寿司ってのは食べられるっていうのはまあそれはそうですから、あのたまにはねそうじゃないものを食べるのもいいかなと思います。すみませんね、でもオーシャンビューで、実は新島唯一のオーシャンビュー食堂らしいですよ。この2階だな。カレーはね、絶品でした。美味しゅうございました。なんだっけ、なんか言おうと思ってたことがあったんです。あ、そうそう。あの、新島の観光、まあ、新島だけに限らないと思いますが、観光地、景勝地、いい景色を全部見て帰ろうみたいな、そういう観光するんだったら、多分日帰りで十分です。私も今日出発するときとかもね、え、日帰りでいいの？とか言われましたし、伊豆諸島の観光するときに日帰りでっていうことは、まあ、今まで私もあんまりやったことないんですけど、でも日帰りで見て帰るだけだったら十分な大きさだと思いますよ。そんなに広いわけじゃないし、すごいいっぱい見どころわんさかってわけでもないですからね。ただ、なんだろうな、この島での過ごし方ってそういうんじゃないんですよね。ここで海でね、みんなで遊ぶとか、日焼けをしてみるとかね、後ろのところにもこうちょっと、なんていうの、こう日陰になってね、そこで休むような人なんかいますけれど、まあ、バカンスですからね、あのバカンスって、景色のいいところ、はい、ここ行った、はい、ここ行った、はい、ここも行きまして、美味しいものも名物も、はい、全部コンプリートしたから帰りましょう、まあ、そういうものでは基本的にないわけですね。あの私はどうしても仕事でやってるから、そういう風にはならないんですけれど、だから、なんだろうな、あの日帰りで全部見ても回ることは、不足はないですよと、こういう風にね、あのお伝えしておこうと思います。だから楽しめなくはないと思いますよ。ただ普通のあの伊豆諸島の旅行とはちょっと違ったスタイルになるでしょうけどね。せっかく今引き潮の時間のようなんで、海っぺりに行ってみましょうか。こういう時間帯ってね、あの生き物の観察とかそういうのは楽しいところなんですね。でもあれからあんま潮だまりみたいなのはできてないしな。それからまだ新島ぐらいだとそんなに
動物も変わらないんですよね。もうちょっとね南の方まで行きますと、つまり例えば、まあ、和歌山県とか、まあ、あとは沖縄県とかね行きますと、あのいる魚とかがね熱帯魚とかカラフルになってなかなか面白いんですけど、ここはそんなに違いはないかもね。まあこんぐらいで景色を眺めるぐらいでいいか。温泉にあとは入ってのんびり帰ることにしましょうか。なんだあれ、なんだあれ蜃気楼ってやつ、これが。え、式根島はあんな風にはなってないですよ。これが蜃気楼ですよね、多分。神津島ってこっちの方向にあるはずなんですよ。あんな方向に島はないし。違いました、あれ普通に神津島らしいです、ごめんなさい。蜃気楼かなとかも全然違いました。ただあのこの直線の方向に確かに神津島が存在するようでして、さっきよりも格段に天候が回復しましたので、式根島越しに神津島が霞んで見えると、そういう状態だったみたいですね。まあ、これはこれでね、あのそういう景色ならそれはそれで美しいというものですが、なんだ蜃気楼であってほしかったな。私がただこの辺りの地理を勘違いしているのを皆さんに披露するだけというちょっと残念な結果に終わってしまいましたか。あとは視聴者の皆さんにですね、これをご覧に入れようと思います。さっきもね別の場所にあったんですけどね、これね、わかります？こっちから映した方がいいかな。これヘビですね。こう明るいところの方がいいかな。ヘビの抜け殻がね落ちておりました。まあ抜け殻ですから当然生きておりませんのでね、軽いし、あのヘビも今も元気なんじゃないでしょうかね。抜け殻ってこうなってですね、ふーんと思ってポイッと捨ててしまいます。なんかこうやって落ちてるとね、なんだかよくわかんないんですけど、で見てると結構田舎ってヘビの抜け殻落ちてますからね。この辺りは鹿もいるようです。ちょうどそんなことやってたらね、向こうからあれは新進汽船っていうのかな、あの神津島から下田まで行く船ですけどね、神津島、式根島、新島、豊島、大島は経由しないで、そのままどこだっけ、あそこです、下田まで行ってしまう、そういう船なんですが、あのさっきあれでね式根島行こうかなと思ったら運転しなくて、今日は向こうからこっちへ来る日でした。まあああいう風にして1日片方だけ走ってんですね。ここがね、ママシタ温泉ってですね、まあ、私も初めて来たんですけど、あの温泉施設ですよ。温泉に中に入ることができます。それから空いてるところ、フリースペースでどうぞ休憩してってくださいね。まあ、よくあるようなところですけど、300円なんですね。安い。これ地元の人たちがいっぱいこうやって来るようなところです。基本地元民向けなんで、そこに泊まってるレンタカー見ますと、なんだろう、横浜ナンバーと品川ナンバー、なんだ、こう、ダメだ、違う。あの、和ナンバーのレンタカーなんで、地元の人は意外とそんなに来てないようだったけど、でもやっぱ品川、あのね、この辺り品川ナンバーなんで、基本的にあの全部品川なんですけど、品川こう、品川こうとかね、そういう風な地元の人たちの車のナンバーがいっぱい見られます。来てる人たちもやっぱおじさんとかね、こうおじいさんとか、あの普通に新島に住んでるような人たちですから、まあ、場合によっては挨拶とかね、地元の方との会話2つ3つということあるかもしれません。綺麗にね掃除をされていて、しかもあの快適にもう涼しくなってますからね、大変ねよろしいところです。温泉もちょっと、ね、あのペロッと舐めてみましたけど、やっぱりねしょっぱくて塩が随分と混じっているような、多分あそこら辺なんですけど、さっき海側のところにあったね温泉施設、あ温泉施設っていうか温泉が湧いてるようなところと同じようなお湯なんじゃないかなと思いますよ。源泉かけ流しと書いてありましたから、泉質も大変良いはずです。で、もう実はもうお湯は入ったんですけど、あとそろそろ1時間ぐらいで帰りの船出航なんですね。そろそろまた戻りますけど、ちょっとね本村の中心の方まで行かないと、あの新島の名物みたいなの食べられないし、今の時間は多分閉まってると思いますので、ちょっとまたこの辺までにさせていただきまして、あとは新島の名物はね東京に帰ってからあの竹芝の客船ターミナルで食べられますから、あのまたそこでもいいんじゃないかなというふうにも思っております。温泉から豊島を望みながらずっと下ってきたんですけどね、いやー最高です。あそこね、あの坂道ずっとこっちの方へ降りてくるときは坂道下り坂なもんだからね、この港のところが一番低いところらしいんですね。だからね全く漕ぐ必要がないわけですよ。ただひたすらにずっと自転車でねのんびりのんびり来りゃいいわけです。だから日差しはさすがに暑いですけど、でも全然汗をかいておりません。温泉でさっぱりして、そのまんまねさっぱりしたのを持ち越して、でそしてこれから船で帰ることができる、なんとも幸せなことではありませんか。それではいよいよあと1時間はないぐらいでまた東京方面、そちら豊島とその奥にある伊豆大島に途中寄港しまして、東京まで最高時速85キロだったかな、高速で空ではなく水の上を飛んでいくボーイング929っていう、ね、そういう方らしいんですけれど、高速ジェット船東海汽船自慢の特急客船を皆様にご紹介しますので、それはまた鉄道チャンネルにてご紹介させていただきたいと思います。まあ、そういうわけであのこれはね多分スーツ B チャンネルになってると思うんですが、あの A の方にまたあのリンクを何かうまいこと貼ってですね、あの皆さんに分かるようにしておきたいなと思いますので、お楽しみによろしくお願いします。ありがとうございました。